新卒で入るキャリアって、うん、そこそこブレててもいいと思うし、うんうん、すごい乱暴な答えしたらどこ行ってもいいんじゃないと思いますよ。もう一番に感じたのが、うん、入ったところで自分がどう行動するかっていう。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、クラスさんという会社にお邪魔してるんですけども、今回は就活相談企画という切り口で、実際の学生様のお悩みを久保さんに解決いただけたらなと思います。はい。家具のサブスクリプションサービス、クラスを経営しています、久保博武です。行きたい業界とか、行きたい企業がまだ見つかってない人に、ぜひ見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。現在、東京都立大学の経済経学に関しております、皆川誠と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。面接の入りみたいな自己紹介で。皆川さんの就活の状況をまずお聞きしてもいいですか？現在は就職活動が終わりまして、来年の4月からコンサル業界の方に就職させていただきます。どういう就活の軸で今の企業に決められたんですか？自分のゴールである起業家になって成功するっていう、うん、それに近づくような企業を選択しました。視聴者の方でも将来的に独立したいとか、将来的に何か自分でやりたいためにいろんな業態であったりとか業種を見れるコンサルって結構やっぱ人気企業ランキングでも上位なんですけど、とりあえずコンサル行っておけばいいやっていう風に選ぶのは良くないっていうような意見も中にはあったりするんですが、うん、そこで本当にコンサルに行っていいのかなって迷ってる部分もちょっとあるっていう感じですかね。そうですね。久保さんは新卒の時にどうして AT 会議に入社しようと思ったんですか？新卒で入るキャリアって、うん、そこそこブレててもいいと思うし、うんうん、僕なんかもなんとなく人気でなんとなくモテそうだなっていうところを受けてみて、うん、その上で自分とフィットが良さそうだなと思って、うん、コンサルって選びましたけども、本当に深く考えてないんですよ。そんなにゆくゆく起業したい独立したいみたいなそんなゴールもなかったりし、コンサルに行ってすごく良かったなっていう面でいくと、ロジカルシンキングだとか物事を構造化するだとか、逆に言うと抽象化するとか解像度を高めるだとか、そういう技術って実はすごく大事だなって思っていて、そこはもうとにかく徹底的に訓練されたっていうところ、まあ良かったなっていうのと、それなりにハードに働く経験はしたので、楽しくはないけどいざという時になんか力技でなんとかするっていうところについたみたいなのはなんかポジティブだったかなって思いますね。なんとなく入社した後、うん、実際に働いてみて、うん、やっぱりその選択は間違ってなかったなと思ったのか、もしくは今ご自身で事業を作る側になった時に、うん、他の選択肢もあったかなと思いましたか？どんな選択をしたとしてもそこで得られるものってその人の覚悟だったりだとか、結局努力次第で業界だったりだとかその入る会社だったりだとかの影響っていうのもまあなくはないけども大きくはないと思ってるんですよ。結局大事なのって本人の主体性であって、例えばねピカピカの企業に行ってもそこで恐ろしく伸びる人もいれば、そうでもない人っていうのもいると思うし、結論は多分どこでもよかったんだと思います。で、ただその中では決して手を抜かずに、まあ、それなりにはこう努力はしたつもりなので、そこで得られたものっていうのは今そう役に当たってる。うんうん、ただまあ職種によって得られるものとそうじゃないものだとか、得て増えては多少出てきてしまうっていうのはそれは確実にあると思うけれども、まあ、別にそれもなんかもしなんかその自分自身の課題意識があれば全然埋めれるとは思うし、すごい乱暴な答えしたらどこ行ってもいいんじゃないと思います。でも結構真理な感じもしますね。それが業界とか企業面ではなくて自分自身の主体性が大事っていうことですね。ですね。業種とか行きたい企業名とかに左右されすぎている学生さんも多いと思うので、今の久保さんのお話はすごい刺さったなっていうふうに思います、うん。久保さんが大学生に戻って、うん、今から就活するってなった時にどういう基準で企業であったり業界を選んでいきますか？一定程度の規模になってるベンチャーとかに飛び込んでみるのかな。一定規模ってどれぐらいですか？上場しててもいいと思います、うん、自分たちのことをベンチャーであると統合している企業であれば、うん、どんなに規模が大きくなっていたとしてもそこで得られるマインドっていうのはやっぱりそうです、ね、うん、ベンチャーマインドっていうのは身につくかなと思っていて、うん、ちょうど僕らの会社のくちゃくちゃのフェーズなんですけど、うんうん、そのフェーズって今の新卒の世代の方々が入社してある種たくましさも生まれるかなと思って
ってて、そういうフェーズのベンチャーに入社するっていう選択肢はないですか？その中である程度、例えばメンター的な立場の人がいるだとか、そういうのであればいいのかもしれないけれども、ただくちゃくちゃなだけでひたすら手探りで走りまくっている場合だと、なかなかその正しい道とかやり方に気づけないケースの方が多いのかなって。ただまあそこでする失敗経験とかもすごくいい学びにはなるかもしれないけれども、でも言うて時間はかかる気がしますね。でも大きくなっててもベンチャーである以上、相応のパフォーマンスとかはなんか求められるので、ミスって意味ではどっちでもいいかな、はい、ありがとうございます。キャリアの選択をする上で選び方っていうよりは、選んだ先の取り組み方が大事っていうことですね。だと思います。コンサルと経営企業っていうのが実は全然別物なんですよ。経営について学びたいっていうのであれば、まあ、さっきのそのベンチャーとかで働いた方がいいよっていうのは、まあ、まさにそういうところで、コンサルから一回ベンチャーに行ってみて、でベンチャーから自分で起業するみたいな、そんなパスを取ってみてもいいのかなとは思いますね。確かにコンサルができた感じで経営ができるわけでもないし、その逆もそうっていうことですね。そうですね、はい。いろんなその足元のことをいっぱい DDCA 回さなきゃいけないとかっていうのもありつつも、実際経営するためにはある程度きちんと3年とか5年とかのスパンで戦略を考えなきゃいけないっていう両軸両方持ってなきゃいけないっていうのはこれ間違いなくて、遠い先を見るっていう意味ではコンサルタントとしての視点みたいなところっていうのは役に立つのかなとは思いますね。学生に持ったとしたら多分起業されますよね。僕が起業するときに大体もうそのタイミングからある程度必要なキーパーソンがデイゼロからちゃんと関わってくれてとか、はい、でなおかつもうほぼシードラウンドでお金を出してくれる人たちっていうのも見えていてっていう、その状態からしかほぼ起業したことってないんですよね。仮に僕が学生に戻ってそれを持てているんであれば起業するかもしれないですけど、なかったら別に働いてもいいのかなと思いますね。ビジネスパーソンとして活躍するために、若手のうちにこれをやっておいてよかったらやるべきだったなって思うところ、もし他にありましたら、お伺いしたいなと思ってます。すごく抽象的な話にはなるんだけれども、いつも背伸びをして生きてきたなっていうのは思っていて、多分自分はできないなとか、あこれ目指すとなると最高に苦労するんだろうなっていう選択肢を取ってきたっていうのは一つあるとは思うんですよね。で、実際その選択をした後って本当に地獄のようなというか経験をしたりすることはありますけれども、結局それが何だろう、今の自分を形作ってくれてるなと思うと、本当に嫌な選択をするっていうのはまず一つで、あともう一つは一定の期間で自分の成功体験を捨てた方がいいっていうふうに言ってるんですけども、勘違いでも何でもいいから、なんかうまくできるようになっちゃったなって思う、一回そこ捨ててみて別の新しいことにチャレンジしてみるとかもいいのかな。そうすると意外となんかハイブリッドの強みだったりだとか、多角的な視点だったりとかっていうのが身についてくるかなと思うので、こんな感じですかね。久保さんのお話を聞いて悩みというかモヤモヤが解決されましたか？そうですね、もう一番に感じたのが、入ったところで自分がどう行動するかっていうところが一番大事だと思います。企業を目指しつつも、継続した先の企業に自分が価値提供できるのか、しっかり考えて、それをしっかり最短最速で、結果を出せるように行動していこうと思いました。ありがとうございます。はい。はい、ということで、久保さんの会社のリンクであったりとか、家具のレンタルサービスのプラスというサービスを運営されているので、よかったら使ってみてください。久保さんの SNS も下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。お願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。